ウトナーガンウトナーガンは、イギリスのイングランド原産の犬種である。同国原産のノーザンイヌイットドッグは、これの兄弟種で、それと、同じく本種も狼に、似せて作られた。ノーザンイヌイットドッグと途中まで歴史を共有する。ウトナーガンの起点は一時的なブームによって、ノーザンイヌイットドッグが悪質なブリーダーによって、乱繁殖されて、 犬質が大きく低下した際、革新的な一部の愛好家が、犬種クラブを大会して、速急な犬質の回復を目的とした改良を行ったことである。当時ノーザニヌイットドッグは遺伝子プールの狭さに悩まされていたため、ジャーマンシェパードドッグなどの作出に使われた犬種を少々交配させて遺伝子プールの改善を行い、独自の改良が行われた。この後に、 ノーザンイヌイットドッグの犬種クラブ本部も、ノーザンイヌイットの犬質の向上を行う目的で、作質に使われた犬種の血を導入して改良を行い、犬質を回復させることに成功したが、先に改良が行われた方とは違う。割合の血を導入して、犬質改善が行われたため最終的には、それぞれが別の犬種として発展し、先に改良が行われた本種は、 教会名にちなんでウトナーガンと呼ばれるようになった。ウトナーガンは犬ぞりやドッグスポーツに使われる犬種であるが、飼育頭数は原産地のイングランドにおいても少なく希少な犬種である。そのため、ウトナーガン協会はブリーディングや血統の管理などだけではなく、インターネット等を使用して世界的な知名度を上げるための活動も行っている。 ノーザンイヌイットドッグと同じく容姿は狼に似ているが、アンダーコートはやや荒く、耳が小さい。立ち耳、ふさふさしたタレオでコートは厚い長毛、毛色はシルバーチにクリームまたは茶系色のマーキングが入ったものなどがある。大型犬サイズで性格は外交的で人懐っこく、他の犬とも仲良くすることができる。 運動神経が良く、運動量も多い。ありがとうございます。